どうも、シチュンです、今回からですね、プロジェクトゾンボイドのマルチプレイをやっていきたいなと思います。シングルプレイしかないのかなと思ったんですけど、マルチプレイが実装されているらしく、で、ジャパンでね、JP で探して、公開サーバーになっているところで、まあ、人がいるところ2つぐらい発見したので、それをね、ちょっとプレイしていきたいなと思います。でまあ設定はまあいつもと同じ待機軍人とある程度のデバフをつけて特性もつけてという感じでいきたいと思います。ではまずは一つ目からいきましょう。はい、キャラはいつものこいつでいきます。さてどうなることやら、いきますか。おっと、始まった。お、なんだこのチャット文が、こんなのがあるのか。ほう。よし。ありゃ、もう結構壊されてるな、家具とかが。なるほど。ほう。ここが、場所は分かった。うん。なるほど。なんと。ダメだ。水がもう止まっている。やばい、凍えてる。寒い。何月だここは。あ、すべて腐ってる。食べ物が。ダメだな。これは思ってたより過酷かもしれん。ダメだ。食べれるものが何もない。木の板、装備しとくか。はあ。なんと。もしかすると、生き残るだけでも大変かもしれんな。なんだ?食べ物を持っているぞ、すでに。リュックもある。あ、野球バットなんて持ってんぞ。あ、初期装備みたいなものがあるのか。このサーバーは。なるほどな。ほう。何も残ってはいない。外はどうだ?あ、なんだ?この、荒廃した感じは。ゾンビだ。ん?なんかゾンビの動きが少し遅くないか。ゾンビが遅いぞ。ほう。よし。倒す。大丈夫だ。ゾンビ一匹ごとにどうとでもなる。今の私ならばな。うん。進むか。お、なんだ、カバンが落ちてる。カバンが、食料がめちゃくちゃ入ってるぞ。これは誰かのカバンだったのか、もしかして。誰かが死んだのかもしれん、ここで。ほう。バットが2本も入っている。なんと、取っておこう。水。くそ、いかん。いかんいかん。まずはこいつは倒そう。くそ、少し重いな。ダメだ。ダメージが弱い。物を捨てないと。やばい。いきなりこんな集まってきた。ダメだ。よし、これ捨てて。野球バットに持ち帰るか。うん。野球バットに持ち帰ろう。よし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 。これで、貴様らを倒していく。さあ来い。野球バットを持った私は、あ、やはり動き遅いね。どうだ。うん。強いな、やはりバットは。やはり何か動きが遅いぞ、こいつら。いかんな、早く。何か服を着ねばいかんわ。寒さを感じている。よし、飯を食おう。飯を食って筋力を上げた状態なら。いかん、大量にいる。ダメだ。くそ、まだ開始早々だぞ。いかんいかん。ダメだ、ゾンビの量が多い。くそ、なんでこんなにいんだ。死ね。よし、死んだ。よし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 、まだいるぞ。ゾンビの動きが遅い。これならなんとかなるかもしれん。ダメだ、ダメだ、ダメだ、危ない。やくそ、やられた、噛まれた。ダメだ、ダメだ、やばい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 、死ぬ。ダメだ、いかん、いかん、やれる、やれる。マジか。1時間だぞ。
初めてプレイした時を思い出す。1時間。そう。よし、もう一度だ。よし、始まった。また同じところだ。また同じところからスタート。ああ、やはりこれ初期装備なのか。なるほどな。最初からカバンとバッグ、そして金槌が入っている。そしてある程度の食料。なるほど。もはやこの世界に食料など何も残っていないという、そういう設定なのか。ほう。ふん。まずは、私の死体のところに戻るか。どこだ？あ、いたわ。私の死体が。はあ。なるほど。あれを少しずつ、まずは処理していくか。こいつを処理して、私の死体だな。お前で終わりだ。よし。あとは私の死体だ。うん。さあ来い。叩いてやる。ふい。くらえ。どうだ。死んだ。もう一人の私が。うん。なるほどね。こいつも倒しとこう。しっかりと処理しておくことが生存への近道だと私は知っている。油断が本当に一つのミスが死を招く。よし、もう少しこの辺りを探っていこうか。やはりこういった家の中にはもう何も残っていない。家具もすべて壊されている。なるほどな。うん。誰かがスキル上げをした形跡なのだろうか。なんだこのでかい拠点は。誰かが作った。すごい拠点を発見した。しかし不用意に近づいていいものか。うん。PVP もあるために即座に撃ち殺される可能性すらある。開いてるのか。お、開いてる。鍵はかかっていない。なんだここは。車があるぞ。車は乗れるのか。ほう。誰かの車だと思われるが。ん？なぜ鍵のマークが出てる？鍵なぞ持っていないぞ、私は。乗ってみよう。な、直結されてる。直結されてるぞ。ガソリンはどうだ？不用意にエンジンをかけると寄ってくる。あ、ボロボロ。あ、ガソリンは少しあるな。ガソリンスタンドに行くぐらいはあるようだ。少し中見に行こうか。暗くなってきたな。少し中を見てみよう。これか入り口は。よし、入るぞ。ほう、鍵はかかっていない。あ、家らしくなっている。もしや、ここは、もう放棄された拠点なのか？うん。もしかすると、大量に物資が入ってるね。はあ、焚き火。ここで誰かが生活していたようだ。なんだこれは。何？地図の類が全てある。よし、地図は見ただけで意味がある。一旦見て返しておこう。うん。スキル本もすべてあるようだ。やはり誰かがここで集めて生活をしていたんだな。発電機の使い方は見ておいた方がいい。うん。暗いな、しかし。もう電気が止まっている世界だ。ほう。もう少し中を見て回るか。大量のコンテナと、大量のアイテムがある。少し食べ物を拝借していこう。ほう。大丈夫だろう。これだけの量があれば。食べ物ぐらい。しかし、なぜ鍵もかかっていないんだ。ここは。出てみるか。暗いね。やはり夜は。これは建築途中なのか。うん。
マルチプレイのために時間を経過させることができない。うん。キャラ作りも少しミスったかもしれない。筋トレをすることができん。時間経過できないために、途方もない時間がかかる。本を読むにも恐ろしい時間がかかる。ほう。マルチプレイはマルチプレイ用のステータスの考え方をしなければいかんようだ。いろいろ探索してみたが、人の家の中では寝ることも休むこともできなかった。この芝生で少し休憩するしかないようだ。うん。朝になった。少しは明るくなったようだが、やはりこの世界はもう本当の終末世界を迎えているようだ。うん。なるほどな。こっちはなんだ。はあ、雨だるを置いて畑などがあるのか。ここは水肥箱が、あ、畑がある。しかしこの規模にしては小さいな。畑が一人で住んでいたのか。ここは、ほう、まだ一つだけしか枯れていない。なるほど。最後の水やりの時間がかなり経っているね。うん。よし、車で一度ガソリンスタンドへ向かおうか。うん。ここからなら、すぐ近くだね、ガソリンスタンドは。マルドローのガソリンスタンドは2つある。うん。いつもはマップの左側のガソリンスタンドへ行っていたが、今日は右側へ行ってみよう。しかしあまり車で移動はしたくはない。どうなっているかわからない。ゾンビの数もわからないからな。まあいいだろう。一旦まずはガソリンスタンドへ向かおうか。よし、目印をつけておくか。私の家ではないが、もう使われていないなら私の家でも大丈夫だろう。よし、行こう。うん。窓を開けておくか。遠くを見たい。さて、どこにいるのやら。ゾンビがいないね。なんだこれは。ゾンビがいないぞ。一匹も。私が最初に湧いたところだけいたわけか。これはどうなって、あ、いた。いるね。ゾンビがいるわ。2匹だけ。なんだ、車がめちゃくちゃ止まってる。ガソリンスタンドが、なんだこれは。ガソリンスタンドがかなり改造されているぞ。ほう、どうなってる。うん、ガソリンスタンドが改造されているようだ。はあ、何かいろいろ入ってる。なんと、ダメだな。ガソリンを入れることはできない。やはり発電機がないと入れることはできんな、もう。ほう、なるほど。物資が凄まじいぞ。なんだこれは。なんだこの赤い、四方に赤い四角いものが。初めて見たな。どういう意味だこれは。誰かの車ということか。うん、見ることもできない。誰かの所有物は見ることできないのか。ほっ、死んだ。なんと、ガソリンスタンドを拠点にしていたやつがいたのかもしれんな、これは。うん、どうやらこの作りはそうだ。ゾンビが入れない作りにしてやる。うん、現在のバージョンではバーベキューコンロなども破壊されるようになってしまった。そのためにこういったフェンスの中にコンテナを入れて
入るという形にするとゾンビが入れないという状況が起きる。なるほどな。ほう、これで安全な場所を作っているのか、このガソリンスタンド内に。ここから出るのか、外に。もしかすると、ああやっぱりそのようだ。あ、すべて止めてある。ゾンビが入れないように。やはり誰か住んでいたんだな。あそこにはゾンビが残っているからな。なるほど。下に大量に武器も捨ててある。なんだこんなところに車が入っているぞ。ほう、なるほど。もしかするとここで車両整備を上げていたのかもしれんな。なるほど。うん、消火斧が地面に落ちている。ガソリン缶もある。よし、これのガソリン缶のガソリンを使ってあの車に入れてから一旦戻るか。この世界はすでに終わった世界で、スキルの高い人間たちが生存し続けている世界なのかもしれん。ほう、これはもしも誰かに出会ったら即殺される可能性が高いな。うん、まずはこれは、この車は私の車ではない。まずはあそこの家に返しに行こう。うん、一旦はここまでにしておこうか。